子どもたちも楽しんでいます。祭りが中止となった夏によさこいを未来へつなげようと、子どもたちがよさこいの文化を学びました。高知市で開かれたこの教室は、よさこい情報交流館が子どもたちによさこいの文化を伝えたいと今年初めて企画。県内の小学生4人が参加しました。ちょっとね、難しい。ここちょうど兄弟で来ていた小学4年生の島村のぞむくんと2年生のあやちゃんは、これまでに2回よさこい祭りに出たことがあります。今日は初めて鳴子作りに挑戦しました。ここちょうど一緒で、土台に自分で選んだ色のバッチをつけて完成です。最後は自分で作った鳴子で成長踊りを踊りました。音楽に合わせて体を大きく動かす2人、一度動画を見ただけなのにバッチリです。これからも、2人で一緒に踊って夜桜の歴史をもっと長くしたいです。一緒に踊って世界を楽しくさせたいです。2人は今日学んだことを夏休みの自由研究にするそうです。